久留米市にある柳坂曽根の長谷並木は、今から282年前に久留米藩が豆苗用の蝋の原料として植えたもので、およそ1キロにわたって246本の長谷並木が続いています。紅葉の時期に合わせ、昨日から柳坂ハゼ祭りが始まりました。色づきは七分ほどということですが、訪れた人たちはゆっくり散策しながら赤く染まったハゼ並木を楽しんでいました。綺麗ですね。なんかやっぱり紅葉を見て秋っぽくて、なんかね、のどかな感じですごくいいなと思いました沿道には農産物などの露店もあり、地元の高校生がハゼで作った着火剤も販売されています。このハゼ祭りは今月24日まで開かれています。